カ・ワシントン郊外に住むサマンサ・ビダスちゃん9歳。 IT エンジニアの父とカウンセラーの母に育てられています。サマンサちゃんが最初に奇妙な発言をしたのは3歳の時、前世の父親について語り始めたというのです。一家で出かけたパーティーから帰ろうとしていた時のことです。突然サマンサが叫び出したんです。パパが死んだって。ええ、そうよ。3歳半だったから覚えてないだろうけど。サマンサちゃんは生まれる前は別の人物だったと話し、その時のさまざまな記憶を語ったといいます。サマンサは前世では兄弟がいたと話していました。そして自分の名前がマナキータだったと何度も言っていました。まるで生まれ変わりかのようなこの不思議な現象を研究する科学者たちがいます。アメリカバージニア大学医学部地殻研究室、中心となっているのは精神医学者のジム・タッカー博士です。研究の基本は前世の記憶を語るという子どもへの聞き取り調査です。収集した事例は世界中で2500件以上。偽りや思い込みの可能性がないか慎重に精査します。その入念な研究姿勢は権威ある医学誌でも高く評価されています。几帳面で注意深く慎重な研究。膨大な事例を解析すると、生まれ変わりと呼ばれる現象には多くの共通点があることが分かってきたといいます。多くの場合、幼い頃にいわゆる前世の記憶を話し始めます。平均年齢は生後35ヶ月、だいたい 2,3 歳の頃です。ほとんどが6歳から7歳で話すのをやめ、その後普通の人生を歩みます。幼い一時期にだけ語られるという不思議な記憶。これはライアンという少年の事例です。非常に興味深いケースです。偽りの記憶では説明しがたいケースとは一体どういうものなのか。オクラホマ州に住むライアン君、
1年前までいわゆる前世の記憶を話していたといいます。 Do you remember anything? Like deep, deep, deep inside. 子供の空想だろうと思っていた母親のシンディさん。しかしライアン君が時には夜中まで同じ話を繰り返し、前世の家に帰りたいと泣いて訴えるのを見て困り果てたといいます。何が起こっているのか全く分かりませんでした。一晩に2回も3回も泣いて訴えるのです。ライアンは3時間しか眠れない日が続き、辛い体験でした。警察官の夫の助言でシンディさんは息子の奇妙な発言を詳細に記録し始めます。ニューヨークで踊っていた。ハリウッドに住み事務所を経営していた。記録にはライアン君のさまざまな発言が記されています。そんなある日、ライアン君はハリウッドに関する本を見て信じられない発言をしたという。このページでライアンは興奮して、ママやったね、僕を見つけたよ、これが僕だよと言いました。ライアン君が指さしたのは白黒映画のエキストラの一人でした。途方に暮れたシンディさんが助けを求めたのがタッカー博士でした。ライアン君のケースもまた偽りの記憶ではないか。タッカー博士は自ら検証に乗り出します。半年後、ハリウッドの図書館でライアン君が指さした男の身元が判明しました。男の名はマーティー・マーティン、無名の俳優でした。その過去とライアン君の発言をタッカー博士は照らし合わせます。するとニューヨークのダンサーだったこと、その後ハリウッドでタレント事務所を経営していたことなどが過去の資料から分かり、ライアン君の発言と一致しました。さらに出演した映画には銃がたくさん入ったクローゼットが出てきたという発言。ライアン君が生まれる70年以上前の映画です。マーティンは右端に立っている男。その映画にはクローゼットに銃がたくさん入っているシーンが確かにありました。しかしこれだけではまだ母親やライアン君が本や映画などから知らず知らずのうちに情報を得た偽りの記憶である可能性は否定できません。そこで博士はハリウッドに住むマーティンの遺族を探し出し、ライアン親子より先に会って自ら聞き取り調査を行いました。家族しか知らないような情報とライアン君の発言を照らし合わせ、さらなる検証を試みたのです。すると家の住所にロックかマウントが入っていたという発言。ロックスバリーという高級住宅街のプール付きの豪邸に住んでいた時期があることが分かり、一致しました。知り合いに5上院議員がいたという発言。遺族の家にあった写真からアイブス上院議員という人物と懇意にしていたことも分かりました。ライアン君が語ったマーティンに関する情報のうち、検証できたのは全部で68項目。そのうちの54項目が過去の事実と一致しました。実はこうした事例は
ライアン君だけではありません。偽りの記憶では説明しがたいほど過去の事実と一致したケースは世界で44例確認されたといいます。調査の結果浮かび上がってきた不可解な現象の存在、その謎が難解であればあるほど科学で挑む価値があるとタッカー博士は考えています。これらの事例を綿密に研究することが科学に新たな視点をもたらしてくれると思います。